高等オーガスタは、オーストラリアの南オーストラリア州にある都市である。州都アデレードから 322km 北、エアー半島東岸に位置している。人口は13,257人で、南オーストラリア州で5番目に人口が多い。都市名の由来は、入植当時の南オーストラリア州知事ヘンリー・ヤングの、妻、オーガスタ・ソフィアにちなむ。政治的には労働党の支持者が多い。 2006年の国勢調査によると、ポートオーガスタ国勢調査地域の人口は13,257人で、エアー半島ではワイアラに次いで2番目に大きい都市を形成している。人口の50.2%は女性であり、85.2%はオーストラリア生まれ、住人の88.6%以上はオーストラリア国民で、17.3%はアボリジニである。 最も多い職業は技術者や貿易者、コミュニティ、個人サービス業で失業者はおよそ7%。人口の17.4%はカトリックを信仰しているが26.2%は無宗教である。2016年に石炭火力発電所が閉鎖され電気料金の上昇が問題化している。高速道路、プリンセスハイウェイがシドニーとの間に 大陸鉄道が西オーストラリア州のカルグイリーまで通っている。ポートオーガスタ空港からはシャープ航空がアデレードとの間を1日2便結んでいる。1878年、町は提案されていた 2500km 離れたダーウィに向かう南北大陸横断鉄道の南端となった。この3フィート6インの狂気は、その後1910年に連邦によって引き継がれ、 中央オーストラリア鉄道と改名された。1929年、アリススプリングスにある終着駅まで鉄道が延長された。1913年から1917年にかけて、長さ2 0 0 0トルの東西大陸横断鉄道が、ポートオーガスタから西オーストラリア州のカルグーリへ向けて建設された。1937年にポートピリーに延長されるまで、 ポートオーガスタで機関の差を引き起こすこととなった、本土週間の機関調整の長期計画の一部として、標準機が建設された。標準機のアデレード・ダーウィン鉄道は2003年に最終的に完成した。ポートオーガスタは、シドニー・パース鉄道の大陸オーダンド製インディアン・パシフィックや、アデレード・アリス・スプリングス・ダーウィンの間の路線座岸の停車駅となっている。 各方面につき、毎週2便、到着する。1990年代に、ポートオーガスタとコーンの間の狂気は、ピチリチ鉄道として再開した。ポートオーガスタは、温暖砂漠気候である。ありがとうございます。